皆さんこんにちは。占い館ルーチェ所属占い師の愛です。本日も明日の3択占い、サクッとワンポイントアドバイスをしていきたいと思います。いつも通りですね、 BGM は私の歌を使用しておりますので、そちらの方もぜひ楽しんでいってください。では左側の赤いバラのカード、真ん中の青いバラのカード、右側の紫のバラのカード、お好きなカードを直感で1枚お選びください。はい、選べましたでしょうか。では左側の赤いバラのカードから見ていきましょう。はい、ザ・エンペラー、皇帝の逆位置が出ました。明日はですね、ちょっと強引に物事を進めてしまいそうになりますので、はい、周りとですねきちんと調和をとって、一人で強引に進めないように注意していきましょう。はい、恋愛におきましてもですね、強すぎるアプローチをしてしまって、こう相手を引かせてしまう可能性がありますので、はい、きちんとですねこう周りを見て、様子を見て進むようにしてみましょう。では次に真ん中の青いバラのカードを見ていきましょう。はい、ホイール・オブ・フォーチュン、運命の輪の正位置が出ました。明日はですね、とても良いニュースがですね、この突然舞い込んできたり、はい、あとですね、ラッキーだなという思うような出来事に遭遇できる、そんな状態にありそうです。はい、そうですね、そういうラッキーだなという感じることがありましたら、きちんとそれをですね、自分の手につかむように、チャンスをものにできるように、周りにアンテナを張って一日を過ごしましょう。では最後に右側の紫のバラのカードを見ていきましょう。はい、ザ・ラバーズ、恋人の正位置が出ました。明日はですね、周りの人ととても調和の取れてですね、こう穏やかな心地よい状態で一日を過ごせそうです。はい、またですね、そうですね、こう選択という意味もありますので、はい、そうですね、こう出会いがありましたら、きちんとそのご自身の中で楽しいと思うことを選択していきましょう。はい、そうしますととても良い方向に進んでいきそうです。本日の三択占いは以上になります。皆様の明日がとても素晴らしい一日になることを心からお祈りしております。本日も誠にありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日スピリチュアル界の宇宙元旦の日にいよいよオープンを迎えました。この動画の概要欄にルーチェのホームページの URL がございますので、ぜひぜひそちらから足をお運びくださいませ。個性豊かな占い師が揃っておりますので、プロフィール欄をご覧いただき、ご予約をくださいますととても嬉しいです。ルーチェの鑑定はズームにて行いますので、占い師の顔を直接見て、そのまま占いを受けていただくことができます。その点とてもご安心いただけるのではないかと思います。TikTok と Instagram の方も同時にオープンしておりますので、そちらの方もチェックしていただけましたらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。